はいどうも、お茶です。今日どっちだったっけな、確か今日死んだったよね。2日で、ね、実況動画撮ってないんでね、おとといの方は、生放送したからいいかなっていう感じで撮んなかったんですけど、昨日は単純に調子悪かったからね、撮りたくなかったっていう理由ですね。ってことで、確か死んだったと思うんでね、死の2回目だってだけはするんで、今日は死を使っていこうと思います。お、いいね。今、2時近くなんですけど、結構いますね。夏休みだからかな。さあ、いきなり始まったぞ。19段の方、よろしくお願いします。シン、ちょっと最近サボり気味だったんだよな。あー、回か。あー、これは負けたかな。個人的になんですけど、回心は回の方が有利なのかなっていう。あれ俺回になってた。あれ俺回じゃね、あ、すいません。ちょっと、あれシンに回だつもりだったんだけど、回になってた。まあいいや。すいません。じゃあ今日は回でお願いします。しっかりフリーも使いつつ肉読みダッシュ肉食どっかに、あーやばい、呼吸させられるのめんどくさいからバースト入ってって肉食うから、オッケー、肉食わせなかった。あー、なるほど、そうやってね。あ、水打った、もう漏れた今のけど大丈夫。あ、それね、ブリッツか。開幕、リバーサーディッパーっていうのが、開幕じゃない、リバーサーディッパーっていうのが新鮮ではすごい引っかかるような気がする。で、セバンに甘えて、バースト読んでも使ってこない。あ、やべ、立てない。あー、しっかり地上前していくべきだったな。危ねえ、今マイパンで負けてました。危ない危ない。こういうところはダメだな。こういうとこ本当はガードがいいんですけど、どうしてもちょっとね、ああいう状態になっちゃうと攻め焦ってしまうんですよね。さあ、マイパンはね、結構 JTS に負けることが多いんで、2敗ずつは知っていかないとかな、今度は。さあ、ジャンプ読まれてた。え、なんか、あれ本当はね、もうちょっと距離詰めて、遠越が先端で当たるような距離でね、戦えたらいいんですけどね。そうすると、あっち側としてはすごい辛くなるんで、エルクとかに全部遠越させちゃうんで、まあ、ビークに負けるんですけど、なかなか生ビークをその距離では振ってこないという、エルクが振りたくなる距離なんですよ。俺もシーン使ってるかわかるけど。そうそう、肉く。ボケさしてからか。あー、投げられた、死んだ。これはあれですね、飛びをどうするかと、あと肉の読み合いかな。まあ、2敗それで解決なんだけど、見てからってのが俺がちょっと反応遅いんでね。あー、そこで使ってきた。あー、本当にクッキーはぶっ壊れてるなー。 OK、 勝てるんです。これ美味しい指導。あー、最悪。うわー、暴れてくる。結構バッタ刺さるんだよな、新鮮だと。まあ、ルッパーですけど。やってね。あー、最悪。今、勝ち切りでしたね。今、2敗それで勝ち切りやった。投げてくると思って暴れてたんだけどな。ここから勝つ。いやー、暴れてくるな。いや、ちゃんと画面見て暴れてんのか。あ、リバサマイパンで勝った。いや、完全な暴れたな。ダメだな、この勝ち方じゃ。ダメだ、この勝ち方。普通に負けてるような感じの、まぐれ勝ちみたいな感じですかね。いやー、ちょっと上手くなんないな、これじゃな。次、段位上げるよりも、上手くなりたい。あー、それが強いんだよな。
それも強い。ほんと見えないそれ。シャガパン対空とか。どんだけ？あ、そうだ。いや、見えない。そういうとこ強いよな、シーン。ちょっと集中します。もっと画面見て。あの反応が遅い。またシャガパン対空だと？どうなってん？今円安の距離だったな。リスクゲージがすごいことになってる。ガード固めんのもいいけどさ、しっかり FD 張ってますね。え、やってない、やってないのに。びっくりした、なんかグリードセーバーが出たいきなり。オッケー読んでる。もう一発来るかな。オッケー読んでる。いや、勝利が出なかった。ま、マジシャガパンタイプ多すぎだろ。どんだけなんだよそれ。シャガパン対空できるシーンも異常だよな。しっかりこれはコンボ乾燥されて肉まででしょう、おそらく。オッケー、肉まで。オッケーじゃないな、もう。オッケー、これだ。あっちも容易に、あれ触れないでしょ、名前忘れた。やべ、シャガパン連打してるな。オッケー、ゲージ全部使わせて投げたいはず、あっちは。オッケー、見てからからのセバーを警戒するか。あ、普通に下段で固めてきた。勝った。オッケー、最後冷静になれたのが勝ったきっかけなのかなって思いますね。ということで今日はこんな感じの動画になります。では失礼します。